皆さんこんにちは。こんにちは。 100% 国産小麦を愛するひとパン工房のひとみ店長です。ジャミニーです。今回はラジオでお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。先日365日、はい、というパン屋さんに行った、まあ、あの話の流れでもあるんですけれども、はい、ちょっと前に動画にしたシニフィアンシニフィエも、うん、あのそうだなと思うんですけども、はい、高級で、なおかつ美味しいと言われていて、うんうん、新しい概念みたいな最先端の、うん、日本のパンっていう流れは、うん、なんかすごいこうやっぱ高加水なんだなっていうことを感じたんですね、うん、おー、なるほど。そのシニフィアンシニフィエにしろ、はい、365日にしろ、はい、高加水、要は水分が普通のパンよりか多く含まれてるパンってこと、はい、そうですね、うん、ちょっと常識では考えられないぐらい、今までのパン、うん、製パン技術としては考えられないぐらいの量を、うん、はいはい、入れるけれども、うん、ギリギリ形できるラインの水分量で作る、うん、もう超しっとり、うん、超中のクラムがツヤツヤ、はいはいはい、あの365日のパン屋さんの、うん、杉久保シェフが書いている、うん、やっぱ美味しいを求めたらこうなったっていうことをずっと一貫として主張されてるんですけども、はいはい、まあ、引きがないパンが美味しいっていう、はいはい、あのことを求めてらっしゃるんですよね。おお、引きがないっていうのはどういうこと？引きがないっていうのは、うん、むっちむっちみたいな、なんかこうちょっと表現違うけど、お餅みたいに食べたら噛み切れるわけじゃなくて、もちって伸びるようなパンってことか。うん、そう、でももちではないよね。なんていうかな、うん、口の中で噛み応えがちょっとあって、うん、食パンの皮の部分とか、はいはい、結構こう噛み応えがあって、中はすごい柔らかいんだけど、うんうん、噛み応えがあってこう口の中でこうねっちネッチするみたいな、うんうんうん、引っ張る感じ、はいはい、生地がなかなかこうシュッとスッと切れずに、うん、ミーニョンって感じ、あ、餅じゃないんだよなって感じの、はいはいはい、好みなので美味しさっていうのは、うん、私の意見ですよ、はい、好みなので、はい、いろんな好みがあると思う。その引きが好きな人もいると思うんですよ、はい、あ、そうだね、いる中でですね、うん、杉久保シェフは、うん、その引きが365日のね、そう、引きがちょっと苦手というか、はい、あの自分の中では引きのパン美味しいと思わないなっていう意見ですよね、うん、それが 本に書いてあったんだ。そうですね、うん、本にあのとことん引きをなくすための工夫っていうんですかね、うん、考え方をされていて、はい、まあ、でもそれは私があの外国産小麦より国産小麦の方が美味しいと思ったのでみたいな、はい、うん、あの それに本当一緒というんですかね、はい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 、自分の好みはこうなのでという意見だと思うんですよね、うん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 、そうで、とことん引きをなくすには、うん、高加水っていうのはすごく効果が高いですし、うん、なおかつ引きの原因っていうのがそのグルテンの力なんですよね、はい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 、今までの日本の製パン技術は、うん、まあ、いかにグルテンをしっかり作って、うん、こう立ち上げて形作るっていうのが、うんうん、今までのパンの概念、はいはい、正しいとされてきたっていうんですかね、はいはい、まあ、失敗が少なくって美味しくなるという、うん、はいはい、あの元なんですけども、はい、そのグルテンこそが引きの原因なので、うん、まあ、いかにグルテンを作らないで、うん、でもグルテン作らないと形にならないんですよ、はいはい、グルテンって要はあれだよね、うん、パンの発酵するときにこう形成する網目構造みたいなやつだよね、うんうん、そうそうそう、あの小麦粉と水が合わさって、うんうんうん、こねることにより、まあ、こねなくても水と粉が合わさるとグルテンっていうのがこう形成されるんですね、うん、はい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 、はい、その網目構造がある程度ないと形にならないし、はいはいはい、でもありすぎると引きが出るしっていうところ の、はいはいはい、あのバランスを、なるほど、考えられていると。まあ、イメージとしてあの網戸の網みたいな感じで、うんうん、それが粗すぎると、うんうん、うまく膨らまないし、うん、網が細すぎると、うん、うまく膨らむけど硬いその引きが出ちゃうみたいな感じかそう、おみたいな、そうイメージですね、はい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 、テキララに、うん、あの配合まで、うん、あの書かれた本を書かれていましたです、ね、はいはいはい、先ほど紹介していただいた本ですね、はい、はいはい、365日の考えるパンというタイトルの本なんですけれども、はいはい、まあ、あのその本はちょっと知らず、うん、365日に行って、はい、パンを食べて、うん、感想を、うん、あの動画にしたんですけれども、はい、今度は本を読んだ上で、はい、あの
改めて感想を言おうかなと、はい、あなるほど、はいはい、そのシェフの、はい、オーナーシェフの考え方の本を読んだ上で、はい、ひとみ店長がどう考えるのかっていう、はい、どう考えるのかというか、はい、どう感じたのかみたいな、ね、感じたのかを話す会ということですね、はいはいはい。まあ、まずシンプルにですね、はい、あの国産小麦 100% でやられているので、はい、私としてはすっごく親近感が湧いてですね、うんうんうん、まあ、何よりもどのパンを選んでも楽しい嬉しい、うん、もう国産小麦が美味しいって思っている人間なので、うん、私が、うんうん、どのパン食べても美味しいだろうなみたいな、ちょっとねあのプライスカードとかでは、うん、あの分からなかったんですけれども、うん、本を読むと、うん、国産小麦しか使わない、まあ、もともと外箔使われてたけど、はい、ある時に全部切り替えられた、うんうんうん、まあ、その理由が、うん、あの国産小麦の方が個性があって美味しいから、うん、はいはい、とか、あと、まあ、ポストハーベストの問題も書いてあったよね。そうですね、ポストハーベストもあの健康的な側面からも考えられていて、うん、はい、まあ、そこはすごいうちのお店にも近いなと思っていたところで、はいはい、しかもあの結構いろんな種類を、はい、使われてて、はいはい、いろんな粉を試されて、うん、北海道の小麦から九州の小麦まで、はい、なんかいろいろブレンドしたりとか、やっぱ個性が土地土地にあってですね、まあ、そこをその違いをしっかり見極めてブレンドしたりとか、はい、このパンにはこれみたいな感じで選ばれていて、うん、素材の大切さを意識して、うんうん、あえて香りの高い、うん、一周すべきを店内で、うん、引いたものを使ったりとかですね、やっぱり素材を大切にしているので、はいはい、パンってもう素材の味ダイレクトに出るので、うんうんうん、なんか だんだん嫌でも素材を意識せざるを得なくなるのかななんて思うんですけども、なるほど、そういうシンプルなパンになればなるほどね、なるほど、素材を意識するとやっぱり、うん、あの粉、もう粉を食べるようなもんなのでね、はいはいはい、ある意味、うん、粉にこう立ち返って粉をすごい意識して選んでいるっていうところが感じました。製パン技術の本当ベースっていうんですかね、はいはいはい、今まで教わってきた、うん、言われてきたこと、うん、っていうところにこう真っ向から疑問を持ったりとかですね、ほう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 、うん、つまり今まで、はい、あのパン職人が教わってきたパンの作り方に疑問を持って、うんうん、そこをちょっと変えてるってこと ?365 日のシェフは、うん、そうですね、疑問を持ってというか、あの杉久保シェフはもともとはパティシエさんです、ね、はいはいはい、はい、パティシエだからお菓子とか作る方ですよ ね、 そうですね、なのでパンの世界は1年しか修行してないっておっしゃってたので、うんうん、あのある意味パンから入った人よりも、うんうん、違う視点を持つことができたのかなと。なるほど、そのパティシエ独自の視点から美味しいの概念というか、美味しいっては何だろうっていうところを追求していったのかな。そうです、そうです、なんかそのやっぱ美味しさが最優先、はい、本を全部読む感じ、うんうん、はい、なのでその美味しくするために何ができるかって考えた時に、うん、製パンのベースの技術がそんなのはもう正直関係ないんですよね、はい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 、いかに自分の今持っている知識と技術と、うん、あの情報で、うん、このパンを美味しくするにはという観点で動いた結果、うんうん、結果そのなんかちょっとこう逆張りの製造方法が生まれたみたいな流れではあるんですよね。俺もちょっと読んだけど、発酵する時の糖っていうのは、うんうん、要は小麦の中の糖分っていうのは発酵によってどんどん減少していってしまうから、いかに発酵させないかをその杉久保シェフは考えたとか書いてあったよね、はい、そうです、うん、まあ、イーストが糖を消化してパンってできるんですよね、うん、はいはいはい、消化してガスを出してパンってできるので、うん、それが発酵っていう段階でしょ。そうですね、発酵が長ければ長いほど、うん、イーストがずっと糖を消化し続けちゃうので、はいはいはい、どんどん糖度が落ちてっちゃうんですよ。なるほどなるほど、はい、でやっぱりなんかこう美味しい、やっぱ甘いイコール美味しいなんですよね、うん、はいはい、うん、甘いっていうのかな、その甘すぎるとかじゃなくて、糖度含有量多いんだけど、うん、それは甘いとかじゃなくて美味しいって感じるライン、うん、それも美味しさの大切なポイントとしていて、はいはい、うん、なのでその糖度をいかに落とさないかっていうところを意識されているんですね、うんうん、なるほどなるほど、はい、なので、まあ、あの発酵時間を、うん、まあ、極力、うん、あの短くでも焼き上げる時のベストな状態で、うん、でグルテンもそこまであの作らず、うんうんうん、
で、まあ、そういうのを踏まえてですね、ひとパン工房を4年やってきた瞳店長の意見としてはですね、私も修業してたお店が硬化水だったんですよね。あ、そうなんだ。はい、硬化水でいかに水分を入れるかが美味しいパンの秘訣だっていうところでやってたんですよね。美味しいパンイコール水分が高くてちょっとデロデロの生地っていうイメージが根底にはあるんですけれども、まずは自分で自分の商品をオリジナル商品を作ろうっていう時にベーシックなパンのレシピを自分で自己流で作り出したんですよ。それがめっちゃ美味しかったんですよね。私の中では。つまり教科書通りの作り方ってこと？そうです、教科書通りの作り方にかなり近いですね。ただ、国産小麦っていう 100% っていうことなので、水分値が高いと結構べちゃべちゃになりやすかったりとか、なんかもっちんもっちんしちゃったり、もちもちしちゃったりとか、引きが強かったりとか、改良したりして作っていったんですけども、さほどやっぱそこまで硬化水に、なることなく、私の中のこう美味しいなって思って作っているのが、まあ、常にベストじゃないんですよ。もっと美味しくなるにはどうしたらいいかなと思って、今の南の恵み食パンとかも結構変えてるんですよね、実は。あ、じゃあひとパン工房がオープンした当初と現在の南の恵み食パンは作り方が違うんだ。作り方というか、まあ、素材は変わってないんですけど、工程だとか水の量だとか、ちょこちょこ変えてるので、お客様としてはかなりリピーターされてる方多いので、あれみたいな感じの思ってらっしゃると思うんですけども、なんかより美味しくなるには、でも今も美味しいけどより美味しくなるにはどうみたいな感じでやってるんですよね。なるほど、なるほど。はい、で、まあ、少しずつ水分量も確かに上がってはいるんですけれども、ある時に、まあ、お客様にこの食感がいいのよねって言われたんですね。はいはいはい。南の恵み食パンを召し上がっていただいたお客様に、ね、食パン類、まあ、うちのパン全般ですよね、そのしっかりとした食べ応えがあって、これが好きっていう感じですかね。うちのパンはちょっと糖度が低くって、油脂量も低くって、ストレートなんで、結構まあ、当日に食べてもらってなんですけど、もう結構粉の味ダイレクトみたいな感じのパンが多いんですね。なんですけども、で自分もそれどうなのかなってちょっと思う時もあって、こう翌日になったらすごいボソっちゃうなとか、もうちょっとやっぱしっとり、甘いパン、皆さん、やっぱ世間のパンがそうなので、そうだね、よくスーパーで売られてる食パンとかは翌日も翌々日もしっとりって感じだよね。しっとりふわっふわ、そしてやっぱ甘いとかじゃないんですけど、この甘さだったら大体何パーだなってなんかあるじゃないですか。もううちのパンそんなとこまで入ってないので、だからやっぱ皆さん求めてるパンってそれが美味しいってベースがほとんどだったとしたら、うちのパンはめちゃくちゃ、ずれてるっていうんですか、世間から、平均からずれてる、ずれてる。自己流で最初スタートさせて、不思議なんですけど、ちょっとこのパンは違うって言ってお客さんが引いてったとかじゃなくて、本当変わらず、リピーターさんが徐々に増えて愛されてるんですよ。でこの食感がいいのよねみたいな、もうなんか他のパン屋さん行ったけど、柔らかくって、甘くって、もう無理なのよねあれっておっしゃられたお客様がいた時に、これがひとパン工房の個性なんだって思ったんですよ。なるほどね。要はスーパーとかで売られてるようなパンを目指してしまったら、そのスーパーのパンと大差なくなっちゃうから、そうなんか別にスーパーで買えばいいじゃんになっちゃうもんね。そうなんです、で、まあ、杉久保シェフもそのことはおっしゃってて、そのスーパーとかで売ってるようなパンではない、特別な素材を使ったり特別な製法、もう本当に買えないものを個人店で扱わないと、大手と戦うことなんかできないって考え方なんですね。美味しいパンを突き詰めて作られてるって感じなんですけども、なんか私はベースに健康っていうのが結構あったので、糖度低め、で油脂も正直動物性油脂使って
ってないんですよね、うんうんうん、トランス脂肪酸フリーのショートニングとか、うんうん、ソイレブールっていう豆乳ベースの、うん、豆乳クリームベースのバター、はいはい、乳じゃないんですよね、はいはい、大豆なんですよね、うん、とかを使って全部パン作ってるんですね、うんうん、まあ、そのバターが体にいい悪いとか、うん、乳が体にいい悪いとかっていうのは、うん、まあ、ここはちょっと論点置いといて、うん、私が思うパン毎日食べても疲れなくて、うん、あの飽きないパン、はいはい、って考えた時に動物性脂肪なしで、うん、糖度低めで、はい、粉の味を大切にしてみたいな、うんうん、だからそんなパンだったんですよね。うん、改めて今すごいこう高級路線の、うん、もうみんなが万人受けしてすごい美味しい、うんうんうん、特別なパンだって思っているパンを、うん、これもすごい個性があると思うんですけど、うんうんうん、まあ、食べて、うん、食べた上で、うん、あ、自分のとこのパンも結構個性的で、うん、いいじゃんって思ったんですよね。あ、なるほど、はい、その365日の高加水なパンとかを食べてみた感想として、そうです、一パン工房はそんな高加水ではないけども、はい、それにはそれのファンがいると、一パンには一パンのファンのお客様がいらっしゃるから、はい、それはそれで個性だなと思ったってことだね。そうなんです、うん、で、あの、まあ、引きがあの好き嫌いとか、うん、あると思うんですけれども、うん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 、私の中ではその高加水で365日さんのパンもすごい美味しいと思うし、うん、自分のところのパンも美味しいと思うという、なんかどっちも好きだなっていう感じだったんですよね。なので美味しいっていうのはこっちの方向だよって決めて、うん、あの行くと多分どん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 高加水に行くと思うんですよ。あ、なるほど、美味しい、要は万人が美味しいと思うパンっていうのを追求していくと、はい、高加水とか、はい、甘くしたりとか、はい、油脂を高くしたりとか、動物性、うんうん、動物性脂肪って本当美味しいので、バターとかね、卵も美味しいですし、牛乳とか、牛乳とかバターとか、めっちゃ美味しいんですよね、うん、コクがもあるし、はいはいはい、風味もフレーバーも、はいはい、なのでそれを足せば足すほど、うん、もう美味しいパンにしかならない、はいはいはい、美味しい要素しかないっていうんですかね、うんうんうん、とシュークリームとか美味しいもの、ケーキとかそう、すごく美味しい、うん、で美味しいを突き詰めていったらやっぱそういうの使うし、うん、さらにプラスアルファその引きがないとか、はい、いろんな要素があるとは思うんですけども、一パン工房の個性としてはちょっと私がやっぱ動物性脂肪とか、うん、乳とかを取ると調子悪くなっちゃうし、うん、糖が多いと疲れちゃうんですよね、うんうんうん、食べた後にスパイクが起こるじゃないんですけども、はいはい、血糖値スパイクとかいうやつね、甘いっていうのはもちろん、美味しいですし、うん、力にもなるし、うん、いいメリットもあるんですけども、はいはい、その後にこうガクってきたりとか、はいはいはい、メカニズム的にまあそうなるんですよね、うん、まあ、体が糖を分解するっていうの、うんうんうん、まあ、糖を血糖値を下げる作用を行うから、はい、その分疲れちゃうってことか。そうです、うん、あまりにも油が多いのも腸が弱いんだし、はい、油を取るのはいいんですけど、うん、取りすぎるのも私の体的にあんまりだなと思うと、うん、まあ、皆さんがそうじゃないんですけど、うん、私の作るパンはちょっと美味しくなくなっちゃう方向かもしれないけど、うん、バターとかを入れない、はいはい、砂糖をそこまで多く入れない、うん、みたいな、うん、なんかそういう方向で、うん、でも美味しいよね、はいはい、毎日食べても疲れないよねっていう、うん、パンを意識して作ってきた4年間なんですよ、はいはいはい、でこれをなんか美味しいってなんだろうって今迷うことないなって思ったんですね、うん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 、なんか美味しさってあそうかこっちなのかってことは、うんうん、うちのパンって、うん、みたいに考えることはなくて、変わらず美味しさは追い求めていきながら、うん、でも今のパンが美味しいって言って来てくださる方を大切にもしつつ、うん、まあ、一パン工房自分がねこれどうなんだろう美味しくないなって思うパンなんか出すわけないじゃないですか、変わらず美味しいっていうのは方向じゃなくて、草屋が好きだという、うん、人もいるようにですね、はいはい、ゴルゴンゾーラチーズが好きだっていう人もいるし、そうそうそう美味しいという、うん、いろんなポイントにハマる人に認められるパン屋さんになれば、はいはい、ここにハマって、うん、好きだって言ってくれるお客様が来ればいいかなって、うん、まあ、万人受けしなくていいかなって、はいはいはい、改めて、はい、思いました。なるほど。ただすごく本を読んでいて、うん、新しい視点とか、うん、やっぱりこうね
甘いのってすごく美味しいので、うん、その工程で糖度をいかに落とさないかとか、あ、その発酵を抑えることによって焼き上がったパンの糖分が高く維持できるかみたいな、ね、とか、もう他にももっといろんな、うん、あの気づきをいただいてですね、すごく勉強になったんですね。まあ、興味ある方はね、はい、本もぜひ読んでみていただければと思います。まあ、うちの、 あの一番人気の豆乳コッペがですね、一番糖度高いんですけど、豆乳コッペでどれぐらいの糖度は？糖度 12% も入ってるんですよ。あ、そうなんだ、うん、ただ、うん、他は入ってないんですよ、うん、そんなに南の恵み食パンとかそういったのは糖度がそんな入ってないんだ、はい、入ってなくて、南の恵み食パンでどれぐらいなの？南の恵み食パンであれで 4% ですね。あ、じゃあ豆乳コッペは相当比べると甘いんだ。かなり甘いですね。でもさらに他のパン屋さんは高級食パンとかも甘くしてるってことでね、だいたい 7% とか 8% とか、うん、甘いとかじゃないんですよね、うんうん、甘いって食べて甘いって感じるっていうのは、うん、まあ、結構な量だと思うんですよ。だから豆乳コッペパン結構甘いってなるはずなんですよね、うん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 、ただなんか個性出したくって作ったパンなんですね、うん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 、今まで本当になんか 2% とか 3%、うんうん、多くて 4% みたいな、うんうんうん、ちょっとラインナップばっかりで、はいはい、あ、一パンのね、パンは、はいはい、そう油脂も低めのポソポソしたパンが多かったんですけれども、うん、油脂も多くて糖度も高いパン、うん、みんな好きだろうなと思って、うん、でもバターとか動物性入れたくないなってことで、うん、そう牛乳とかそういう生クリームとか一切入ってないけど、うん、あの大豆バターと砂糖多めっていう配合で、うんうん、新たになんか個性を出したパンって作ったのが豆乳コッペなんですよね。コッペパンとか、はいはい、ふわふわちぎりパンとか菓子パンの生地ですね、うんうん、それを作った結果、うん、よく売れるので、うん、やっぱ皆さん求められてるんだろうなっていうことをテストしながら、なるほど、だんだん他のも上がってってるんですよね。はいはいはいだん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 底上げしてる感じね。新しく作った、うん、あの雑穀食パンですね、はいはい、これも結構人気なんですけども、うん、あれ糖度 7% ですね、とかいう感じで、うんうん、自分の美味しさとここまでこうしたらお客さんの反応どうかななんて、うんうん、こう思いながら今やってるって感じなんですけども、うん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 、自分のね今まで作ってきたこととかやってきたことを全否定するわけではなく、うん、まあ、変わらずやっていきたいなって、うん、逆にすごくあの個性的なものを作ってたんだなってなんか改めて思えたので、なるほどね、はい、なんか一パンさんがいろんなパンを食べ歩いて、うん、なんか全然方向性変わって、うん、一パンが全然違うものになっちゃったらどうしようってはい、はい、もしかして思っているお客さんはいるかななんて思うと、あ、なるほどね、はいはい、あのそれはまずないと、うん、安心してください、安心してください、ありませんよとというのを伝えたいですね。はいはい、はい、なるほどね。なんか新しい商品でね、うん、違うものが出たとしても、うん、今までの何かをなんか大きく変わっちゃったりとかすることはないかなと、うんうん、逆になんか言っていただければ、うんうん、この商品前こうだったのに今こうなってて、あの言ってくださる方もいらっしゃるんですよね、うんうんうん、僕はもっと前の方が好きだったなとか、うんうんうん、そういうの本当にありがたくてですね、それで結構あの改善した商品もいくつかあるんですよね、うんうんうん、お客様と共同開発のような感じなんですけど、うん、はい、なので遠慮なくですね、なんか今日もこれなんかこうだったよみたいな、はいはい、なんかあったらあの言っていただけると本当に嬉しいですし、うんうん、今に満足せずって言ったらなんかちょっとストイックすぎるんですけど、うんうんうん、今も美味しいんですけども、うんうん、まあ、なんかさらに美味しくなるヒントを見つけたらなんか変えていけたらなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてあの改めて、うん、シニフィアンシニフィアの、シガシェフとかですね、うん、365日の、うん、杉久保シェフに、うん、あの素晴らしい気づき学びを、うん、あのいただいたことに感謝申し上げます、はいはい、皆さんも機会があればぜひ、うん、一パンとは全然違うすごい美味しいパンなので、うん、ぜひ食べてみていただければと思います。はいはい、それではここまで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、動画が面白かったよという方はですね、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。それではおつパンでーす。おつパンでーす。